大橋房太郎お気に入りの写真。房太郎が淀川治水について政府高官に会うため上京するにあたり大枚8円を出費して新調した服を着ての記念撮影。大橋房太郎は大阪府出身の政治家。大阪府を流れる淀川の治水に一生を捧げ、治水翁と呼ばれた。摂津国東成郡、榎本村放出の庄屋に生まれた。東京で鳩山和夫邸の書生をしていた時、1885年の淀川の大洪水のことを知った。急遽帰藩し、傘下を目の当たりにして、淀川治水の大事業に取り組むことを決意する。1891年。大阪府議会議員に当選する。その後、房太郎らの努力が実り、1896年、国レベルでの河川法が制定され、淀川改修費が出されるとの両院の可決を見た。その時、傍聴席にいた房太郎は思わず、万歳、と大声を張り上げたため、守衛に場外に連れ出されるという場面もあった。淀川治水のため私財を投げ打ち、生涯清貧を貫いた井戸米の政治家で、晩年にも牢獄に住んでいた。葬儀は大阪市葬で大阪市中央公会堂で行われた。墓所は大阪市鶴見区放出東の正頼寺。ありがとうございます。